私の名前はグエン・マイ・スアン。日本のアニメが大好きなベトナム人です。夢はツアープランナーになって大好きな日本ツアーを作ることでした。でも就職試験に失敗。そんなある日思った。日本へ行って働く方が夢に近づくかもしれないって。だからベトナムの日本語学校で猛勉強。その結果日本のホテルで働けることになった。ただ初めての日本、正直ちょっと不安。こうして私の冒険がここ日本でスタートした。到着ターミナルが変わった。どうしよう、迎えの人は太田さん。あれ、太田さん、お父さん。遅れたから怒って帰っちゃった。どうしよう。Sorry. すみません。メンダランジ出ない。向かいの人にも会えない。ねえお姉さん。あ、あなた。これ落としたよ。これ私の。しょうがない、これは私が持っていいよ。次会う時に。あれ、次っていつ。スアンさん、スアンさん。やべ、ごめんね、驚かしちゃって。私もびっくりしちゃった。スアンさんだよね。いや、あ、ちょっ、そっか、不安だったんだよね。すみません。これから一緒に頑張ろうね。はい。そしてホテルがある埼玉県の大宮に向かった。日本語は大丈夫なの？あ、彼は柳沢玲君。ホテルの和食レストランで働いてるの。スアンです。よろしくお願いします。どうも。どうも、よろしくお願いいたします。ま、挨拶は問題なしと。ちょっと緊張しすぎじゃないスアンさん。リラックスリラックス、肩の力を抜いて、あ、リラックス、あ、リラックス、あ、リラックス、リラックス。いいよ。いやー、スアンさんには頑張ってほしいな。うちのホテルももっと外国のお客様を集めたいしね。ねえ、リモート面接の時日本が好きだって言ってたよね。はい。日本の食べ物では何が好き？何でも好きです。そう。食べられないものはあるの？ないです。あ、そっか。あー、話が止まっちゃった。何話せばいい？どうしよう。あー、もう寝よう。
と？本当にそれでいいでやんすか？なになに？今、寝たふりしてごまかそうとしたでやんすね。しゃべってる。お嬢が本当に日本で頑張ろうと思っているなら、ここは自分から話しかけるべきですよ。自分から話しかける？でも何を話したらいいか。質問をしてみたらどうですか？質問？自分から話せないなら質問をして相手に話してもらうんですよ。そうか。でも何を質問したらいいか。そんなの何でもいいんですよ。例えばこれから行く場所のこととか。なるほど。何でもやってみることが大切でやんす。わかった。やんすってどういう意味？あなたは誰？何？どうした？どうした？急に。大宮ってどんなところでやんすか？やんす？大宮ってどんなところですか？大宮か。そうね。とっても便利な街よ。大きなデパートがたくさんあって買い物にも困らないし、新幹線も通ってていろんなところに行けるし。そうですか。私アニメで見たことがあります。大宮を？はい。へー、スワンさんはアニメ好きか。じゃあサリーちゃんは好き？サリーちゃん？知らないの？サリーちゃん。レイは？知らない。知らないの？二人ともサリーちゃん。いや、私小さい頃サリーちゃんになりたかったのに。うそー、知らないって。こうして私の日本での生活が始まった。じゃあスワンさん、パチパチ。はい。これから頑張っていかなきゃ。それにしてもこのキーホルダーは何？本日のストラテジー。日本語でのコミュニケーション、今日のスワンみたいにどうすればいいだろうと悩むことあるでやんすね。そんな時にはストラテジーを使って乗り越えましょう。ストラテジーとは、より良いコミュニケーションをするためにあなたの日本語をうまく活かす工夫のこと。これからスワンと一緒にストラテジーを学んでいくでやんすよ。ところで、ありますよね、初めて会った人と話が続かないこと。そんな時、あなたならどうしますか？スワンが使っていたストラテジーを見てみるでやんす。何？大宮ってどんなところですか？大宮か。とっても便利な街よ。質問をして相手に話してもらう。
ところですか？と言っていました。大宮は太田さんが働くホテルがある町の名前。町や職場など相手がよく知っていることなら話しやすいし会話も続くでやんす。ただしプライベートな質問はもう少し仲良くなってから。あなたもストラテジーを使って一歩進んだコミュニケーションを目指すでやんす。では、あっしはこれにて。